テレサ様。あら、どうしたの、琥珀。少し考えていました。テレサ様が話した仲間のこと、誠意のこと、それから自分の道のことを。え、どう、何か考えは浮かんだ。テレサ様にお伝えすべきことがあります。何？そのオットー主教に関することです。え？オットー主教はその計画をほとんどそちらにお伝えしたと思いますが、詳細に関しては伝えていないお話があります。どういう詳細なの？実を言うと、テレサ様、こういうことをして正しいかどうかは分かりません。主教様はまだ完全に退位していません。そんな中で私は今までのように責務を果たすべきか、それともハイペリオンの皆さんに忠告をした方がいいか。琥珀、いいの。テレサ様。琥珀、あなたが正しいと思う方を選べばいいの。無理をする必要はないわ。私たちはあなたに強要したりしない。それは犯人に対するやり方であって、仲間に対するやり方ではないもの。それに何があっても私たちはおじい様を止める。私たち全員でね。ではテレサ様、こうお話ししましょう。ハイペリオンの皆さんに約束の律者の力に対する対抗実験を行うことをお勧めします。私の番だね。やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。この列車すべてを断ち切る。マントが長くなったから、ちょっと、はい、私の番、文句はないよね。やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。行動を開始しよう。マントが長くなったからちょっと慣れないや。約束の律者の力に対する対抗実験？はい、スパルタクスシステムを観察した時に気づきました。そのシステムの原理は、二つの同じ力を利用し、相殺すること。その通りだが、なぜ全文明の記録にあった約束の律者の話になるんだい？実は、かなり前から、オットー様にはある推測がありました。律者が進化を続け、力もどんどん強くなる中で、その性質にも変化が生まれるのではないかと。簡単な自然現象から徐々に力場という概念に近い力に変わる、そう言いたいのかい？はい、力場は自然現象よりもできることが増えますが、理論上波動力学を通して相殺できます。簡単に言うと、1プラス1イコール2と1プラスマイナス1イコール0の違いだね。ええ、あくまで一つの推測ですが。では質問だが、それは約束の律者の力に対する対抗実験を提案してくれたことと何のつながりがあるんだい？まさかオットはもう約束の律者の力を手に入れたのか？どうやって？彼は一体？それは、その、ああ、すまない、一気に質問しすぎたね。テレサさん、琥珀さんの提案に対して何か意見は？
おじい様の切り札について、私たちには情報が少なすぎる。過去に虚空板書を使って制約の十字架を擬態したこともあるから、確かに対策が必要だわ。結論から話すと、琥珀が提案した実験を真剣に捉えるべきだと思う。特に私自身もね。ですがテレサ様、約束の律者の力はお体に大きな副作用を生じさせます。実験は他の人に代わってもらった方が。心配ないわ琥珀。第二次崩壊の時から心音結界を掌握する訓練をたくさんしてきたもの。それにシミュレーションというだけなら、神の鍵の大霊帝国出力を完全解放させる必要はないわ。何かいい方法でも思いついたのかい？実験に関して、私は制約の十字架の2本の鎖を同時に扱えるから、波動の状態が異なる約束の力を放つことができるはず。そうすれば多くのデータを有する状況で比較類推、最終的に役立てられる結論を出せると思うわ。確かにいい案だと思う。では実験の準備とデータの分析は博士に頼むわね。問題ないさ。だが今からこういう実験を行うとなると、ハイペリオンにあるものだと少し物足りないかもしれない。できるだけ集めてくるわ。後半はテスラ博士に渡すといい。彼女なら理解してくれるはずだ。それと長光さんも呼んでくるといい。こういう挑戦的な実験は人手が多いに越したことはない。わかった、すぐに向かうわ。あ、そうだ琥珀さん。はい。提案してくれてありがとう。さあ琥珀、急ぎましょう。はいテレサ様。行こう。天の道は意志で来せず、聖人の道はなしで争わず。やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。分けて。高強度バリア、圧電端結晶、永久磁石。博士が必要としているものはこの辺りで見つけられそう？できるかもしれませんが、範囲的に少し広すぎると思います。どうしますかテレサ様。はい、かしこまりました。協力してもらえそうなバルキリーを探してきます。テレサ様はリストにあった残りのものを探してください。ええ、助かるわ。私の番だね。せっかくの休憩時間ですから、行動を開始しよう。知恵を教えてあげます。マントも長くなったからちょっと慣れないわ。私の番ね。琥珀、そっちはどう？こっちは収集できたわ。こちらも完了しましたテレサ様。ええ、もう一度確認しましょう。見落としがなければ戻りましょう。私の番だね。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。
やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。テスラ博士。うん、何？忙しいんだけど。約束の律者の力に対する対抗実験を行うことになったわ。約束？なんて？あんたたち暇なの？どうして急にそんなことになってるのよ。これは、ん？振動する力場、総裁、新たな栄光。いいわ、確かに面白そうね。じゃあ何かしてほしいことはある？いや、今は測定器が足りないのよ。測定器？崩壊エネルギーの測定器かしら。そうよ、十分に精密な測定器がないと実験データを測定できないわ。ボサ頭は私のところから一つもらおうとしたんだけど、残念ながらついさっき分解してしまったのよ。分解？いや、だってその中に必要なパーツがあったから。まさか分解してすぐにあんたたちが来るなんて知らなかったし。それにもともと崩壊エネルギーの微量な変化の測定に使うものだし、他の用途は特にないもの。ええ、バルキリー部隊は特にこの辺りに実地調査の任務に出ることがあります。崩壊エネルギー濃度の調査というものですね。あ、そういえばスーサナはちょうどそういう任務を行ってたわね。一緒に崩壊エネルギー装置の回収をしたもの。スーサナさん、確かに彼女はそういった装置を持っているかもしれません。それに目的が実地調査でしたら、微量な崩壊エネルギーの変化も検出できるはずです。探しに行きましょう。彼女の居場所は把握してるわ。私の番だね。天の道は利子行こう。成人の道はなしで争わず。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。の反応の方が大きいのよ。だって琥珀様は今回の審査の担当者ですもん。琥珀様、私サボってなんかいませんよ。安心してください、スーサナさん、審査しに来たわけじゃありません。スーサナ、崩壊エネルギーの測定に使ってた装置はまだ持ってるの？あ、はい、これですよね。ええ、この装置です。これだけの精度があれば必要なデータを測定できるはずです。よかった、スーサナ、この装置を少し借りてもいいかしら。あ、いいんですけど、ルール上装置の貸し出しには申請手続きがあって。大丈夫です、スーサナさん、今回は特殊な状況ですから私が許可します。え、手続きしなくてもいいんですか？よかった。ありがとう、スーサナ、本当に助かったわ。
え、本当ですか？あまり使わない装置を貸しただけですが。とにかく本当にありがとう。行きましょう、琥珀。これで崩壊エネルギー測定器の件は解決ね。あ、テレサ様、琥珀様、行ってらっしゃいませ。私の番だね。休憩時間ですから、先人の知恵を教えてあげます。